はい、始まりました。アッツです。ですね、今日のゲストさんは戦国コミケや北の旦那と西の嫁とかでねバズっている横山良一先生。はい、よろしくお願いします。あれ、なんか二人とも元気がない。あ、どうも、昴生です。あれ、よいしょ、ぐったりしてる。はい、あら、お、元気いっぱい。おいし、はいですね、これ撮影実はね2度目なんですよ。1回目50分ぐらいかな、がっつり撮って。いや、楽しい話でしたよ ね、 めっちゃ盛り上がったんですけど、データがないというね。そう、撮れてなかったんですよ。これ大丈夫ですか？いや、ほんま俺らもう不安でしょうがないよね。これも撮れてなかったら終わりですよ。気が利いてる。いやじゃあちょうどカメラマンの、ね、うん、はい、しおぎさんが外出てて、自主的に、ね、あのね、ちょっと、その、カメラを動作させたのが、うん、アッツ、はい、あ、俺のせいなのかな。まあでもね、まあそういうミスは誰にでもあるので、しょうがない。YouTube あるあるでしょ。はい、それがやりたかったんでしょ。やりたかった。別にあるあるやりたいわけじゃないわ。やってみたかった。違う。済まされない。でも済まされない。済まされない。済まされない。ゲスト会でやるかね、それを。あの、3回動かして3回撮れてるんですよね。なぜか4回目だけ撮れないっていうね。なぜかじゃないんだ。まあ、ここからだから、あの、ちょっとギュッとですね。ギュッと、もう50分。凝縮した感じでですね。だから俺もこのマスクを取るくだりとかもういらない。まあ、そんなに必要じゃないから。ね、そう、もうそこもそうですね。まあ、それ取ってね。こっから頑張りましょうかなと。とりあえず、はい、頑張りますよ。テカテカ、さっきちょっとここでやる気なかったけど、はい、こっからやる気がしますよ。ね、はい、初めての方とかね、はい、あんまね、見たことないかもしれないけど、もう漫画家の先生なんですよ。いかついですけどね。はい、実はこの二人ともですね、結構長い付き合いというか。そうですよね、長いですね。だいぶ前から、はい、お付き合いがありまして、ね、フットサルさせてもらったり、はい、フットサルとか言ってて、だから今日はですね、呼んでいただけてすごいワクワクと本当かなしてしてた、生き生きと喋ってこの仕打ちどういうことだよ。どういうこと、どういうことなの、マジ。いや、もう50分めっちゃ強いだから取れ高としてはめちゃくちゃ良かったっすよね。2番番なんですけどね。もう一度その気持ちを、はい、じゃあということで、じゃあね、はいはい、はい、進行していただけたらと思います。はいはい、一番元気なアッツに。そうですね、一番元気なアッツに。まだまだ元気な。じゃあ漫画家になりたかったきっかけというか。あ、そうですね、目指したきっかけですからね。はい、はい、うちはですね、あの父親がですね、はい、漫画が上手くてですね、結構漫画家志望だったんですよ。マジっすか。マジなんですよ。一緒に、一緒に描いてたんですよ、漫画を。それがすごいっすよね。なかなかない親子関係というか、うんうんうん、はい、いや、珍しかったんですよね。羨ましいっすよね、漫画家志望だったって、お父さんが。そうですね、車描くのがすごく上手くて、父親が、なんか、まあ、結構漫画も描けまして、1ページずつ、こう適当な漫画なんですけどね、その、はい、落書き帳にボールペンで描いたりとかして、で結構漫画に慣れ親しんだというか。いや、そうですよね、無邪気に。まあ、一番影響受けやすい人ですよね、お父さんが。そうですね、それでも嫌な方にも漫画好きになりますもんね。やっぱり好きになりましたね。で、その時にってハマってた漫画って何なんですか、はい、実際の。ハマってたのはやっぱりジャンプが流行ってたんで、あの、まあ、ジョジョとか好きでしたし、ね、ドラゴンボールとか行ってないですか。あ、ドラゴンボール好きでした。あ、そっち。キン肉マンも大好き。ああ、いいっすね、キン肉マン。セイントセイヤも好き。じゃあ、あの辺の影響で、その辺が明確に漫画家になりたいなと思ったって感じなんですかね。ですね、まだその時は遊び程度な感じで、本当になりたいなと思ったら高校ぐらいの話です、うん。え、何を見て漫画家って、作品で影響ってはないんですか。なんとなくもう流れで、もう漫画しかないっすね。まあ、ギャグ漫画に関しては吉田戦車先生を影響を受けてると思うんですけど、あのカワウソってね、キャラいるじゃないですか、はい、目がシュシュッとしてるんですよ、横にね、あれはちょっと絵柄に生きてる、僕のキャラもよく目でこうシュシュッと横に似顔絵とかね、目が似てますもんね。そこから影響を受けてってことですかね。そうですね、あれは、結構大きいかなと思います。意外なとこから。そうですね、で、まあ高校になって、はい、漫画家なりたいなーっていう感じだったんですけど、ちょっと受験のシーズンにかけて、はい、投稿を始め
嫌、うん、な時期に、忙しい時期に、うん、そうですねある種の現実逃避、いやまあそうでしたでしょうね結局まあ、ろくに受験もうまくいかず、ね、登校も3月ぐらいまでかかっちゃったのかな、だからどっちつかずって感じで、いやでも初めて漫画描くってなったらかかりますよね、よく書き切ったなって逆に思 う、 う頑張ったんですけど、その時僕は G ペンとカブラペン間違えてたんですよ、おお、どうせカブラペンで気が入れてた、結構 G ペンだと思ってたんですよ、はいはい、実は違うんですけどね、うん、線の太さとかも違うんですけど、まあ、均一な線が引けますよね、うん、カブラペンだと、ね、そう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 、 G ペンは、うん、強弱がつける、うん、だから本当に何もわからないで書いて、何ページ30ページ、え、結構書きましたね、書きましたね、はい、うん、マジか、そうそうそう、なぜかね、僕の作風とは全く今の違うサスペンスを感じてました、サスペンス、いや、めっちゃいいね、なんででもそのサスペンスをツイッター上げてくださいよ、いや、多分滑るんだよ滑るんだよ、ダメ、それも、もうやばいです、シーンシーン、スローンってね、そうそうそう、あのもう見ないですよ、怖いですけど、あんなに人気上がったのにやっぱね、なんか違うなってものはスルーされるんで、その辺もちょっとネットの恐ろしいところかなと思うんですけど、SNS 漫画で、で、その後ギャグがはい、ってなってまでどのくらいかかったんですかね、そうですね、初めに投稿は全く、まあ、箸にも棒にも引っかからず、あ、何の連絡もなく、うん、で、大学に、札幌の大学に行ったんですけど、はいはいはい、そこでも、まだギャグには目覚めてなくて、はい、サスペンス、ギャグはサスペンスだけではないまあ、コメディとかそんなに好きじゃない、サスペンス何て書いた世の中にないものってやつですね、うん、そうそう、なんか、で、まあ、コメディ書いたりオリジナリティってやつを追求してたなんかね、俺にしか書けないものがあるって絶対最初その通る道です、そうそうそう、ねえからそんなに言っちゃったよ、そのな、何でも書けると思ってるでしょ、新人の頃って、うん、書けないからかもしれないマジでそうやりたいことが10個あったら得意なものは1個ぐらいしか残ってないです、なるほど、うん、だから本当にそのいろんなものを書いて、ね、いろんなものをその編集者に見せて、うん、でやっとあこれいけるかもねって、うん、れてれて見つかるか、ね、どこも分かんないってそれぐらいだと思うんですけど、はい、おそらく君何でもできるねってことは絶対にないから、わかる、そう、それぐらいシビアな世界だなと思うんですけど、そうですよね、うん、なんか真面目なこと言っちゃいましたね、いやいや全然すごい、いや一番いいじゃないですか今日よく一回撮った後にそんなことが言ったそう、しかもちょっと微妙に違うこと言ったでしょ、ね、なかなかいいこと言うなっていいからさっき聞いてねえな大学の時にその3年か4年ぐらいの時にヤングマガジンにギャグ漫画を出したんですよ、はいはい、その時のヤンマガがギャグがすごい熱かったって、うん、でまあ僕もいけるかなと思ったらまあ撮りましたよね撮りましたよね、なんでそんなクールになったんですか今なんかもうプロフェッショナルの言い方でしたよね、うん、やっぱり初デビューもやっぱすげえ嬉しいもんなんですかね、ね、それでも載ってないんです、ショーとして載ったわけですよ、なるほどな、今だったらショーとしたらもう一気に雑誌掲載とかも、うん、そうですね、はい、まだその、うん、受賞したってだけで、うん、そうですね、結局載らなかったのかな、もう一本大きな賞を取った人がいて、うん、そっちが載っちゃった、はい、あ、なるほどなるほど、もうこの野郎と思って、うんうんうん、でもそれが良かったかもしれないですね、はいはいはい、もう絶対やるぞと、はいはい、うん、いうのは賞、まあ、うん、取ったっていうので基本、うん、もうギャグ寄りにシフトしていくというか、うんうん、そうですね、まあちょっとその後もなぜか慣れないサスペンスを書いてたサスペンスサスペンス違うかなと思って切れてたサスペンスやっぱり新しいものへってなったのかななんかちょっとやっぱりねそこでまあ、はい、ちょっと紆余曲折ね、はい、両方あったわけですよ、編集さんがつい、担当さんがついて、あれも行ってみよう、これも行ってみようって感じで、まあ、いろいろありまして、で結局、うん、まあ、やっぱりギャグだなと、なるほど、なるほど、いう感じで、その担当さんがついてから、1年後に、ヤングマガジンで連載が決まりまして、はい、ギャグです。その時は何歳だったんですか ?24 です。しかもいきなり週刊連載そうなんですよ、いやきついっすね、そう、うん、本誌連載だったんですよ、でももうやれる気満々だったんですか、やれる気だけは、あ、マジっすか、日焼けはあったんですけど、まあ、若いし、うん、いい、あとその時ってまだ北海道の方なんですよね、札幌にいましたね、ですよね、で週刊で決まっちゃったんで、はいはい、エコダに住まわされたんですよ、もうされた住まわされたほぼ強制高難者近いから高難者に召喚されやすいんで、うん、ここだと20分ぐらいで担当さんもそうかな、編集部に呼ばれるし、はい、原稿も取りに行けるんで、あ、取りに行きやすいしね、でもうほぼ無理やりエコアに済ませて、なるほど、ですかね、そこで漫画マシン
ーとしてしばらく生きていくらしいです。漫画マシーン。そう、漫画途中から漫画通らないマシーンになって。漫画会議通らないマシーンになって。いや、やめてあげて。ボツ。これもう帰りたくねえ、エコダバ。トラウマの悪いな、何にもいいことないから。わ。エコダなんて。そうなんですね。まあ、やっぱいろいろありますよね。その、僕もその、デビューした時は、はい、わーっとよしこれでいけるぞと思ったんですけど、うん、結局その、そんなに人気が出なくてですね、うんうん、で本もそんなに売れなくて、うん、もうこうなるわけですよね、うんうん、でその後はもうなんだろう会議も通らないし、うん、ずっとこうそこの時代が続くわけですよ、うん、なるほど、うん、結構苦しい時代というかでまあよそに行ってあとが仕事になってまたちょっと上がるんですけどでこれもなかなかいまいちっていうのが続いてまあこうですよねこういう感じでも漫画家人生って結構そういう、うんうん、そうですねやっぱずっとこうっていう人はなかなかいないと思うもうずっと売れ続けてもうわーっていく人も一部ですよね、うん、そうですよねやっぱり、うん、僕としてはそういう底辺の、うん、底辺からそのどうやって生きていくかっていうのを、うんはいはい、結構なんだろうなこうアドバイスとしてこうゲスト講義なんか食べたりしてますよ。その流れだと講義とかもされてるから、うん、そうですそうです、うんうん、一向にまあそのままね学生時代からデビューして、はいはい、アシスタントやってないように聞こえるんですけどやってないんですかね、はいはいはい、アシスタントヘルプでデビューした後に入りました。それでアシスタント経験というか他の職場を知るって形で。そうですね、後からだったんでもっと早く知っとけばなという気持ちは、うん、あの時もっとこうやれたのにみたいなのもね、札幌にいたんで、うん、アシスタントしたくてもう行けなかったんですよ、周りにいなくて、はいはい、北海道の作家さんって言ってもつてがないし、大していない、そんなにいなかったから。今と違ってその繋がるあの要素があんまりなかったですからね、うん、SNS がなかったので、うん、北海道つっても広いしね。そうですね、札幌ならいたとは思うんですけど、ね、確かに確かにまあでも、うん、そうですね。漫画家がそういうふうにデビューして、うんまあ、アシスタントをやったりとかやって紆余曲折した後に、はい、まあ SNS 時代が来て大きくバズるじゃないですか、はい、そうですね、5年前なんですよ。はい、5年前までは僕はもうあのすごいもう波がやっぱりあったんで、もっと前に見える。5年ぐらい前かな、うん、その時に僕はもう嫁さんと、はい、嫁さんの仕事が大してなかったんで、はい、あのもう嫁さんの実家に帰ろうかって。奥さんも漫画家なんですね。そうですよね、東京金かかりすぎるんで、あの神戸の嫁さんの実家にマスオさんしてもう、マスオさん何の期待もなく過ごそうかって言って、もうそもそもたまに仕事来たらいいですか。その頃ってもう出会ってますもんね。子供もいますからね。誰ね、いやいや、うちら5年前だって、余裕な遊びだったじゃないですか。飲み会でもう会ってるし、もう会ってて、うん、一緒にフットサルとかもやってて。ですよね、うん、そうですね。いや、そう考えるとゾッとするよね、あのまま下手すりゃ、うん、いなくなっちゃうって思うもんね。ただ、ね、そこでも起死回生の、うん、そうなんですよね。そうですね、その、まあ、結局その、まあね、逃げ帰るぐらいだったら何でもやってみようと思ったんですよ、そこで。はいはい、もう最後までちょっとあがくだけあがくというか、うん、それまではネットに漫画をただ載せるっていうのが自分的に許せなくて、うん、ああもう今までお金もらって出して、うん、見てもらってたもんやと、ね、やっぱりそのただで出せるちゃんと会議を通して、うん、原稿をその載せて、はいはい、雑誌載せてお金を得たっていうので生活できたプライドがあったんですけど、はい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 、もういいかなと思って、ね、なるほど。ちょっともうまず知ってもらってなんぼかなって、はい、自分の漫画をね、いう気持ちで育児漫画をツイッターに載せたんですよ、はい、息子の態度が悪かったんで、はい、僕が知ってるのそう、トイレに一緒に行って、はい、でもお前は壁を向いてろっていうことが続いてて、だから見てんじゃねえよみたいなやつですよね。そうそうそう、寂しいから来てくれ、でもお前は壁を向いてろっていうことがあれはこれはないだろう。いや、めちゃくちゃ可愛かったね、うん、でも、なんか子供らしい、まあ、男の子らしいというか、うん、これ漫画にしたらいいかなと思って、ほんでね、うん、息子さんの顔見たことあるんですけど、うん、写真とかで、はいはいはい、すごいイケメンなんですよ。ああ、可愛いっすよね、うん、もうめっちゃ可愛い、うんうん、なんか、あの子が言ってたんだ暴君だった、ね、暴君です、今どうなんですか、実際は。今はね、だいぶ聞き分けになりました。あ、本当ですか。はい、仲いいですもんね。あの、ツイッター上で自分の漫画がバズってるとかっていうのは知ってるんですか。知ってます、ね、知ってるんだ。知ってるし、自分のおかげで仕事が増えたって知ってるんです。あー、めんどくさいことになってそう。いやー、パパよくってねやだ、やだぞ、またこそで、やだぞ、書いてみるみたいな。最近、いい子だから、はい、ちょっと本にするにはパワーが足りねえなって言って。あ、なるほど、まあ、もっと、後者の窓ね、後者の窓全部笑って、まあまあ、小崎だよ、炎上する。
まあでもブログでね、こうなんか定期的な収入になってるんで、別にいい子でもいいかなと。みんなだから横山家見たい人がそのブログとかちゃんと見てくれて、そうですね、ブログに関しては、ね、漫画読者というよりは、はい、そんなに漫画知らない方の、はい、主婦層の方とかを見たいが覗いてきてくれる感じですね、なのでいろいろちょっと墨分けみたいな感じになって、そうですね、ブログはブログでマニアックなこと言わないようにしてて、まあ誰でも分かるようなことですかね、その生活してて、よく書いてますけど、面白いな、人生いろいろあるなっていうね感じで、そうですね、でもそうやって成功した時って、はい、あの一緒に漫画を描いていたお父さんの反応でどうか、いや、すごい、それすげえ気になるんです、喜んでくれましたよ、あ、マジですか、バズったと、息子よ、今もバズってくれた、バズったとか言わないで、わしの時代に SNS があったらもうお父さん上げてたのにみたいな話にならないですか、ね、それはならないんですけど、俺のネタを漫画にしようっていうのがありましたけど、わしのことを漫画にせんかいと、タイトル変わってくるな、まあ、僕のその初めに出たのはまあ番長漫画で、デビューの時なんですけど、そしたらその番長漫画のなんか俺が考えたネタっつってこのネタをくれましたけど、おお、そうそうそう、それは不採用、不採用です、面白いな、あまり面白くなかったんですけど、すごいな、そうですね、他にもなんか、まあ父ホンダの車が好きで、はいはいはい、車がこのうまい、ホンダの車がなんか暴れ回る名物、カーチェイス漫画だもん、なんだこれ、いやでも俺別にそんなに車好きじゃねえし、しかも車描くの超大変、そう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 、お話がうまいね、これごめんちょっと無理だ、そうなんですか、すごいな、じゃあまあそれぐらいファンキーな、いやだから横山さんのお父さんがツイッターやって、そのホンダの車が暴れ回る漫画載せた、入りついとるんですよ、いやいや横山さんもちろんもう子としてちゃんとリツイートしてあげないと、僕と誰かに リツイートになる、下手マンでいいのすみません、じゃあ3で